さあ後半です。ファーストハーフはお互いに1点ずつとそれなりにゲームに浮かび。ヤンセン。エンゲルブリッツ。先日行われた試合では2対2の引き分けでした。サイドのスペースへ走らせる。ボールが上がる。ドルトムント、これはスローイン。カストロ、ヤンセン、最終ラインまでボールを下げる。裏のスペースを狙う。このパスを防ぎます。大きく縦へ。ヤンセン、上げる。わずかに届きません。取んなかったですけど、大きな揺さぶりですよね。裏のスペースへ。ここは競り勝ちます。まだいますよ。裏を狙っていきます。バツフアイ、自分で行く。さあ一気にカウンター。シルバー大きく前線へ。このボールに触ります。香川、ロングフィードで狙う。一旦クリアで落ち着かせます。ルーパスを出す。いいと変えますよ。自分で行くのか、自分で行くのか。上がる。キーパー直接処理しました。縦へのボール。ケラー、縦にボールを送ります。このボールをカットします。香川、中央へ。しっかりと抑えました。松不愛、さあつながるか。レンゲルブリッジ、先ほどから前線の両サイドがワイドに開いているように見えるんですが、北澤さん、どうご覧になりますか。確かにサイドに張ってますよね、うん、こういう場合は少ないタッチ数で素早く展開すると効果的ですよね。なるほど、そうすることでサイドで有利な状況が作りやすいということなんですね。はい、素早くサイドチェンジをして反対側の選手にボールを渡すことができればチャンスになりますからね。まあ、中盤から長いパスで裏を狙ってみるのも面白いと思いますけどね。まさにそこが狙いどころですね。そうですね。削ってしまいました。注意に終わりました。いや、かなりいい位置まで持ってかれましたからね。やむを得ない選択だったんでしょうね。
いやいい位置ですよ。いいキックでしたけど、わずかな力加減なんですよね。エンゲルブリッジ、先ほどから中央に人数をしっかりかけて守ってますね。そうですね、中に人数を揃えてクロスを跳ね返そうという意図だと思いますけどもね、はい、あとは大事なのはこぼれ球を相手に拾われないようにすることですかね、大きくクリアするか味方につなげる意識を持つかが重要になってきますよね。その差が大きいんでしょうね。そうなんですよね。サイドのスペースを使います。枚数いる、中につなぎたい。ここは競り勝ちます。ビッツェル、どうだ、よくカバーしましたよ。コーナーキックです。取れました。いや、キーパーの逆ついたんですけどもね、枠に行っていればというシーンでしたね。ドルトムント、チャンスを迎えたシーンがありました。ドルトムント、交代の枠はまだ2つ残しています。肩を走らせる、流れを止めます。カストロが、北澤さん、先ほどからしっかりマークされてますね。まあ理由の一つとして彼がサイドで起点になっているということですよね。今日はパス回しにも積極的に絡んでますし、クロスもどんどん放り込んできますからね。サイドを使う、ボールを受けます。ここは競り勝ちます。ロイス、ロング、ヤンセン、ケラースルーパスを出す。スペースへ出す。スルーパスを出す。ああ、これ落ちいいですね。シュート、スルーパスからチャンスを作りましたが、ものにすることができませんでした。ディフェンスラインの背後ですよね。チャンスありますよね。エンゲルブリッジ、なんとか今のシーンしのぎましたね。いい攻撃をしていても、相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れといた方がいいですよね。ビッツェル、サイドを縦に走らせます。中央へ、ディフェンダー集中力いいですよ。素晴らしい連携、ルーズボール、アーチのようなパス、キャンは合いません。まあディフェンダーに寄せられてましたけども、シュートまで行きましたよね、はい、けど悪い選択ではなかったですよね。なるほど。ここは自分で仕掛けます。味方の選手はまだ上がってきていません。こぼれた、上げる、これを読んでいた。あわやというシーンでしたが、ここはしのぎます。香川、大きくサイドチェンジ、これはつながりません。
ヤンセン、ここは一人で打開しようと試みます。ロイス、長いボール縦へ、シュート、あと少し、今のは惜しいシーンでした。さあボールは、ロイス、これはアーリー、バツフアイ、ここはファールです。ヤンセン、長いボールを振ります。ビツェル、バツフアイ、低いボールを入れる。ドルトムント最後のカードを切ります。同時に2人の選手が入れ替わります。ボールを下げてリズムを作るか。さあ残り15分、エンゲルブリッツ、起点となるアクションを作っていけるのか。チャレンジはしません。後ろに流す、ミッツェル、ここは一旦キーパーへ下げます。縦へのボール、ヤンセン、ここは競り勝ちます。クロスボールに、フォローいいですね。カストロ、ミツェル、よくカバーしましたよ。大きくサイドを変えます。アーチのようなパス、
ここもかわします。一人で持っていく、拾いたい、大きく縦へ、うまい、中央から上げる。いや、早めにクロスを入れてきましたけどもね、ちょっと合わなかったですよね。今みたいなアリー気味のクロスなんかはね、効果的ですからね、どんどん狙ってほしいですよね。スルーパスを出す、これはファウルでしょう。レフリーの注意が入ります。試合時間も残すところあとわずかとなりました。このまま終わりますとドルトムント現在リーグ戦3連勝中の記録が止まってしまいます。繰り返しクロス、ケラー。北澤さん、盛り上がりを見せているこのゲーム、現在この終盤で同点ですがいかがですか。そうですね、非常にスリリングな内容になってますけどもね、まだ何かありそうですよね。縦へのボール、ここは一人で持っていきます。抜けてくる、積極的に足を入れてきます。ドルトムント、ここでファウルがありました。注意に終わります。時間かけずに攻めたいですよね。前にもいますよ。香川、ビッツェル、長いボール縦へ、クロスを上げる。ディフェンダー集中力いいですよ。シュメルツァー、前線へ、この長いボール、ちょっとパスが長すぎました。ケラー、さあ勝負の時間帯ですよ。上げる、縦への難しいボールだったんですが合わせてきます。細かいパスだと相手に寄せられるので少しロングフィードを入れたりとか、いろんなアイデア出してますよね。なるほど。これは先に触ります。裏を狙っていきます。打ち打った。ドルトムント、先ほどと同じようなフィニッシュでしたが決めることができませんでした。やっぱりこういった自分たちの時間帯に得点できるかどうかっていうのは大事になってきますからね。そうですね。サイドを使う、おいい形でしょ。上げてくる、おっと、ロングフィードで狙う、頭で来た、
守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込むいいプレーでした。ヤンセン、香川、ミツェル、裏のスペースを狙う。ここで笛です。1対1、ドルトムント 8.1 を獲得しました。さあ終わりました。中盤になって競い合う中での激しい展開の試合になりましたよね。結果として同点に終わりましたけど、最後まで見応えのあるゲームでした。そうですね。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、今日はどうもありがとうございました。いいえ、どうもありがとうございました。勝ち点1ずつ分け合うことになります。Lonely water, lonely in your